にゃせよ、皆さんこんにちは。今回は西武新宿線に乗って野方というところに行ってきましたよ。チキンとマッコリのとっても美味しいお店をご紹介いたします。最後まで楽しんでご覧くださいね。ではガチャー。日本産、はい、あ、本当だ、日本語で書いてある。これも、はい、千葉から来たんですけど、はい、韓国から来たやつです。これが向こうでシェア率ナンバーワンです。チャンスマッコリ、多分飲んだことあると思います。
ん、でもやっぱりどこのスーパーにも国産だこれとチェジュマクルって言いまして、韓国のチェジュから来たやつ、日本の頂上園で出してる美味しいマクルです。一番好きなマクルです。あ、そうなんですか。オリジナルトリックなんですけど、シナモンの、シナモン、そうですね、シナモン、ナツメン生姜が入ってます。うん、美味しい。この機械に効く薬膳なんで、昔、子供が風邪ひいた子供に飲ませるためにこういう風に甘いものをやって、あ、風邪薬の代わりに飲んでた時もあるんですよ。ちょっとシロップみたいな、ね、ね、感じですね。でもマッコリ基本甘いし、ちょっと沸騰させるとアルコールもある程度飛んじゃうんで、うんうんうん、そうですね、昔の人たちの知恵ですよね。ゴムの香りが、うん、美味しいですね。味付けも違うんですけど、マッコリに合わせるために、うーん、そうですね、味が濃いつまみで結局、うん、料理が結構勝っちゃうし、そういうバランスがあるじゃないですか、うんうんうん、お酒と料理のバランス、そうですよね、うん、そういうのを考えて一応味付けもしてます、うん、なんか柚子の香りが、柚子もそうですね、すごい美味しい。タイちゃんって言いまして、月のお茶なんですけど、バイちゃん、タイちゃん、韓国語でタイちゃんって言います。タイちゃん、月のことをタイって言いまして、ちゃんっていうのはお茶のことですね、はい、月のお茶なんですけど、中にくぼみがありまして、うんうん、はい、余ったマッコリの量によって模様が変わってきます。あ、まあ、最初、まあ、ついだら満月ですかね、はい、半月、三日月の状態、うん、模様が変わってくるので、それも楽しみになります、はい、ありがとうございます。チェジュマッコリですね、はい、ドライなんで、ドライの味なんですけど、はい、これ結構バランスが良くて美味しいです。あとおすすめです。甘さが控えめで、料理に結構合います。これまだなんかグイグイいっちゃうやばいやつ、やばいやつですね、うん。左からですね、コチュジャンで揚げた鶏肉のつくねですね、そのまま召し上がってます、うん、真ん中は低温でした、はい、近づい鶏のハムなんですけど、上に醤油、柚子醤油ソースがかかってあります。一番右は鶏の肉をですね、中にせせりと鶏の軟骨、鶏皮が入ってます。半月になってきました。半月ですね。半月ですね。すっごい美味しいんですけど。ありがとうございます。
え、何の味だろう、わかんない。いろんなもの入ってるんですけど。ですよね、はい、ちょっとなんか甘い感じもするし、そうですね、甘みも入ってるし、ちょっと酸味も入ってるし、うん、そうですね、うん、初めて食べる味。出してるところないと思います。ないです、初めて食べる。美味しすぎる。セリの術もですね、最初このまま召し上がってください。そんなタレ出さないんです。セリですか。セリの術です。セリは焼くと間違いなく美味しい。でこうやってカリカリ焼くのが難しい。そうですよね。カリカリ。チヂミと結構合うんです、うん、タレ出さないのが、まあ、基本ここにも結構味付いてるんですけど、はい、タレ出しちゃうとやっぱ醤油の味に負けちゃうんで、そこまでかな、チヂミやってます。なんかもう止まらなくなる。皮の音からも結構パリパリするんですよ。パリパリだし、この薄い感じがすごい美味しい。衣を薄くするのがいい。そうですよね。油濃くならないです。結構ジューシーなんですよ。肉汁も結構保ちない。味付け2回に分けてですね。美味しすぎる。一番美味しいところです。肉汁がすごいです。じゅわじゅわ。
ていうか難しいんですよね、トロスってね。そう、真ん中でチーって難しい。うん、うん、うん、うわ、美味しい。うん、ニンニクのね、香りが美味しいですね、これ。ヤンニョムチキンですね。はい、うわ、綺麗。薄のお椀ですね。これで一通りです。はい、揚げたて。うん、実際に結構ジューシーだと思います。うん、すごい弾力が。そうですね、うん、胸肉とまた違うんですよ。うん、ヤンニョムチキンなんですけど、うん、普通のヤンニョムとちょっと違います。結構シンプルなんですけど、うん、うん、辛いのが美味しい。うん、全然素人なんで何を使ってるのか分かんないんですけど、すっごい美味しい。今まで食べたことないから。で、これインチャンが自分の地元のインチャンのヤンニョムチキンのこういう味なんです。うーん、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 美味しい、本当に美味しいです。うん、ちょっとなんかラー油に近い感じのですよね。シュシュだから、うん、お分かりですか。ラー油でちょっとちょっと入れて、風味と辛みが出てます。これ食べたら普通のヤンニョム食べてなくなっちゃう。美味しい。うん、デザートのマッコリのやつですね。はい、上に、うん、かかってる粉とローストゲンマです。玄米を煎ったやつですね。あ、玄米、はい、マッコリがお米で作られて、うん、お米とお米の組み合わせです。で、中にコアミツボも入ってますね。そうなんですか。マッコリ味いただきます。どうぞ。本当だ、なんかお米のトロトロした感じが、うん、うん、うん、美味しい。これは一応いろんなマッコリでまた試してみて、うん、生マッコリの方が相性がいいし、あと本当にマッコリによって味が結構変わるんですね。うん、うん、マッコリが味の決め手です。マッコリが美味しくないと分かりますけど、そうですね、結構印象が変わってます。美味しすぎます。本当に美味しい。